皆様こんばんは、桜井よしこです。言論テレビは夜9時からの放送です。今夜の桜ライブは大荒れの世界情勢を論じます。アメリカとイランはどうなるのか、ゴーン被告はどうなるのか。今夜のお客様は参議院議員の青山茂治さんです。こんばんは。こんばんは。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もう今年はね、青山さん大活躍の年ですよ。この寝年は大荒れの年ということで、何が起きるかわからない。その中であなたが本当にもうバッサバッサと問題提起して切りまくってよろしくお願いいたします。 さてどこから行きましょうかね、はい、やっぱり私はアメリカとイランだと思うんです、はい。でまあ、これいろいろアメリカイラン関係ありましたけれども、まあ、年末にですね、昨年年末にバグダッドのアメリカ大使館をイランのデモ隊がまあ襲撃した、はい、そしてそれを見たと言われるトランプ大統領が怒って、それの怒りにそのが原動力となって3日に、イラン の革命防衛隊のコッズ部隊というところの司令官のスレイマニ司令官を殺害して、はい、それに対してイランがイラク国内のアメリカ軍の駐留基地を攻撃し、それに対して8日、まあ、日本時間でいうと9日未明になるんですかね、トランプ大統領が声明を発表しました。ね、まあ、この1週間10日の動きはこういうふうになっているんですが、はい、まずこの中でですね、アメリカのその動き、イランの出方ということについて一言で言えばどうなりますか。みんなもう戦争になるやもしれないという意見もあったけども、落ち着いたんじゃないかという意見が出てますが、これどうですか。正規戦争になる可能性もゼロではないし、うん、何よりもこの、うん、まあ、僕はソレイマーニーって言ってますけど、はい、ソレイマーニーね、ソレイマーニー司令官は、はい、要はテロ作戦の指導者でしたからね。そうなんですね、はい、イラン国内では大変な人気があって、人徳のある人だと言われてるのも本当ですけれども、はい、でしかもこの報道でいろいろ首かしげること多いんですけれど、ソレイマーニー司令官のことを革命防衛隊のトップだと平気で言ってるわけですけど、ここ今ちょっと出してみたんですが、イラン の軍事力というのは、まあ、正規軍約40万人と革命防衛隊約12万人に分かれていて、そしてこの革命防衛隊の中のこれですね、コッズ部隊のヘッドが、はい、あくまでコッズ部隊の司令官なんです。なるほど、はい。で革命防衛隊全体の司令官は、うん、例えばサラミっていう将軍がいて、はい、あのまあ、サラミさんものすごい強硬派ですけれども、うん、その人がトップなんで。なるほど。だから、うん、さっきの話戻っていくと、はい、テロ作戦を主導してるから、トランプ大統領が感情的に怒ったんではなくて、このままテロが朝令暮行するのを許せないっていうのが、うん、少なくともアメリカの立場だから、なるほど、まあ、殺害作戦だったわけで、うんうん、あのバグダッドのアメリカ大使館が、まあ、デモ隊に火つけられたりね、はい、まあ、外枠ですけど、はい、なったのは事実ですけれども、でそれをトランプさんがテレビ通じて見ていたのも事実だけど、それで急に怒って、それまでに司令官の暗殺作戦に、ゴーサインを出したのでは全然ないです。ない。これも作られた話ですね。これね、大事なポイントだと思うんですよ。こう日本で報道するアメリカの報道っていうのは、はい、必ずしもその事実ではなくて、ニューヨークタイムズとかですね、CNN とかどっちかというと左のところが伝え、もうどっちかじゃなくてあのもう真っ赤っリベラルを通り越してますよね。僕はもともとユナイタイムズとか CNN をよく見てるわけですけど、はい、だから長年変化見てるわけですよね、もうこの頃トランプさん叩きっていうか、感情的なのはむしろメディアの方じゃないですか。そうですね、オールドメディアって僕呼んでますけど、アメリカでもオールドメディアで、でやっぱ研究深いっていうか、自分の話に都合よく合わせてもらっちゃ困るんで、あの急に怒ってもう国防総省もみんなびっくりする中で作戦やらしたなわけないんですよ、というふうにメディアが伝えました、はい。だけどもそれは事実ではないということですね。客観的に見て事実じゃないですよね、うんうん、そしてまあその、
私ね、この殺害というかその攻撃をのニュースを聞いてね、やっぱりすごいなと思ったことはですね、アメリカはいくつかのこう選択肢があった、そしてずっと状況を追っていた、そしてトランプさんがスレイマニ司令官の殺害をやろうということに決めたら本当にピンポイントでできちゃうっていう、これはすごいと思いましたね。だからそのお話の関連で北朝鮮の金正恩委員長は、北朝鮮はちょっと後で やっていいですか、はい、ごめんなさい、はい、でこの殺害しました、うん、それに対してイラクの国内のアメリカ軍基地をイランが攻撃しました。でこれについてそのトランプ大統領は非常に順調だと、死者はどっちにも出ていないと、アメリカ軍は最強なんだと、これからも最強であり続ける、でアメリカはそのなんていうんですか、これからイランに対して何かやれば経済制裁を科すと言ったんですね。つまり軍事行動がもうないんじゃないかということを思わせる。それでその声明を受けて株価もドーンとこう上がったわけですが、うん、そこの見方については青山さんはそうではないとおっしゃる。まずちょっと余談から言うと、株価っていうのは何かきっかけをつかんで売り買いするんで、はい、株価が上がったからこれで戦争回避っていうふうに日本はすぐ報道するけど、それは話が逆さまなんですよ。なるほど。きっかけで上げたり下げたりして、それ手数料で稼ぐわけですからね、株価の幅だけじゃなくて、はい、で冷静に見なきゃいけないのは、桜井さんがさっきここでピンポイントでね、乗ってた車を、爆破して、無人機でやったと言われてます。アメリカは供与してないですけどね、戦闘機じゃなくて無人機でやったと言われてるんですけれども、それもピンポイントですごいけど、これもですね、これ今米軍が一番ここに注目してるのは、ちっちゃいって言ってもある程度大きさあるけど、格納庫とか倉庫を弾道ミサイルでピンポイントで破壊してるわけですよね、イランがね、イランが、はい、でだから北朝鮮の話は後でいいんですけれど、それ北朝鮮の技術です。イランは北朝鮮のミサイルを使ったんですよね、はい、わかりました。北朝鮮と共同開発したミサイルで、これ30年かけてるわけです、だから両方とも、だから公平客観的に言わなきゃいけないんですけど、軍事的に見ると両方とも、びっくりするぐらい能力が高いと、ピンポイントの能力で、だから正規戦をずっと戦ったりする能力はそもそもイランとアメリカを比べるとアメリカの工業生産力は全然大きいですから、ただしイランもイラン・イラク戦争って長い戦争を、負けずに戦ったわけですから、だからお互いに正規戦争をやると、イランも言ってますけどベトナム戦争の再来になるっていうのは、それはその通りなんですよ。ただし、現代の戦争っていうのは1975年に終わったベトナム戦争のことを言うんじゃなくて、基本的に非正規戦、テロですから、だからテロのリーダーが殺害されたので、当然イランは、テロを小津部隊を解散するんじゃなくて、そこにもっと強硬な司令官をおそらく持ってきますよね、だから正規戦って昔のタイプの戦争のリスクはそう大きくないけれども、ゼロではないけど大きくないけれども、テロっていう意味では、アメリカはもちろん軍事的に対処するわけで、テロはいけません、遺憾ですと、何が起きても遺憾ですと言ってる日本政府と真逆に、テロリストは殺害するぞっていう意思表示ですからね、なるほどね、イランから見たら英雄ですよ、でも米国から見たらテロリストなんで、そうですね、だからそういうふうに考えなきゃいけないんで、ハメネイさんがこう言ったからこう戦争のリスクが遠ざかったとか、株価上がったからとか、そういうやっぱ雑音に、この言論テレビをせっかくご覧になっている皆さんは雑音を排して、その雑音を今青山さんが一生懸命打ち消そうとしてるわけですけど、そうですね、打ち消すというか、イランの立場にも立ち、アメリカの立場にも立ち、国連の立場にも、もちろん日本の立場に立って客観的に見るってことが大事ですよね。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、
桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円、または1年で1万1000円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。